海底神殿を支える7本のマンモスピラーもあと2つを残すのみ。一機が新王天を突いたことによって息を吹き返したシュンは南大西洋の柱へと向かった。そこを守護していたのはジークフリートが倒したはずのジェネラルセイレーンのソレントだった。バカな、あなたはジークフリートと一緒に。確かにあの時の光景を地上から眺めていたら、私がこうして無事でいるのが不思議だろう。あの時最後の最後で私の笛がジークフリートを打ち破ったのだ。生か死か、まさに紙一重だった。その体でよくここまでと言いたいが、君にはもはや戦う力など残っていないようだ。これ以上死人に等しい君を相手に戦うつもりはない。さあ引きたまえ。戦いはまだ終わったわけじゃない。僕たちの誰かが一人でも生きている限り、息の続く限り、アテナを救うために戦いをやめるわけにはいかないんだ。